こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。今日の話題は、テキジット。テキサス州がアメリカから分離独立して、テキサス国になるという話題です。テキジット。テキサス州が アメリカ合衆国を離脱する動きを加速させています。テキジットは、ご察しの通り、ブレグジットをもじった言葉です。ちなみに、イギリスの欧州連合を離脱、ブレグジットは、日本時間で2021年今年元旦の朝に実現しました。 ブレグジットはブリティッシュとイグジットの混成語です。テキジットはテキサスとイグジットの混成語です。テキサス州下院議員共和党のカイル・ビーダーマンのツイートです。 今日私はテキサス独立リファレンダム、リファレンダムというのは住民投票ですが、の法案を提出しました。何十年もの間、アメリカと私たちの独立の自由は侵食されてきました。今こそ、テキサスの人民にとって、 私たちの未来を決める権利を持つ時なのです。Today I filed HB 1359, the Texas Independence Referendum Act, for decades. The promises of America and our individual liberties have been eroding. Now is the time for the people of Texas. to have the right to decide their own future. テキジットにとって素晴らしい日です。テキジットは絶対にしなければならないことで、それは実現します。この紙幣が再度出されるのを見たくてしょうがない。 Can't wait to see this again. 今こそテキサスをバナナリパブリック、バナナ共和国、失敗した国、アメリカから解放する時だ。テキサス独立をするかしないかを決めるのはテキサス人だ。と書いてありますね。 It's time Texas is free from the banana republic and the failed state. That is America. Texans deserve an upward down vote on independence. Washington D.C. Washington D.C. is unfixable, and Texas is Our best choice. テキジットは我々の最上の選択であると書いてあります。Which way, Texas? どちらが私たちテキサスの歩むべき道だろうか。右の方はテキジット。左は Essential Mandarin Chinese 北京語辞典石油産業とガス産業はテキサスの主要産業です。バイデンの環境政策、産業政策とは正反対の産業です。テキジットは今まで以上に 今こそ !now more than never! と書いてあります。今日はこの辺にしたいと思います。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた最後までありがとうございました。